米油県は中華人民共和国先政省、ニレハヤシ市に位置する県。米油県の故障は、銀州であり563年、北州により初めて設置された。607年、隋朝は、中政を廃止町院軍を設置している。628年、東朝は、町院軍を廃止し、銀州に服すとともに銀川軍を設置し、その管轄に置き、 五代十国時代には帝南軍が銀州を管轄した。北宋になると銀州は聖火の統治を受け、米油地区には火付祭が設置され、後に米油祭と解消された。1081年、総軍が銀州の支配権を奪還すると米油城が設置され、1226年、銀朝により米油県が設置されて、以降、 民末の1643年に、西安に、理事政が順調を成立させ、天保圏と解消され、沿岸府に属した一時期以外、新末まで推移、特殊の管轄とされた。中華民国が成立すると、1913年に、米油圏は、ニレリン道、後に第一特撮区の管轄とされた。日中戦争の時期には、中国共産党の実効支配を受け、 1937年7月に、戦艦令変区水徳戦区の管轄に置かれ、中華人民共和国成立後は1956年9月に、ミレ・林戦区に移管された。1958年12月、経験と一時統合されたが、1961年9月に分割され、現在の行政区画が確立している。 1979年にニレハヤシ区はニレハヤシ地区に改唱。1999年12月5日にニレハヤシ地区の廃止と地球史としてのニレハヤシ市の成立とともにその管轄下に置かれ現在に至っている。ありがとうございます。